ちょ、セミマル。ジバニャンもうちょいで多分いける。おい、サボるな。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さ、ってことで、できますか。そーっとそーっと。夜の銭湯やって。なんで、お、なんとかもう見つからずに抜け出した。行きますよ。早速銭湯に向かいましょう。よし。んーと。待って、ウィスパー。なんか変な感じがしない？どういうこと？夜やけんやない。なに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 、なんかカウントダウン始まったんやけど。え、なになに、鬼、え？鬼時間やないん、ちょっともう最悪。この恐怖の時間が。え、怖い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 、これ逃げんといかんやつやろ？待って、どこに行けばいいのこれ。あ、でも一応目的地はマップに出るか。ほら来たー。もう何かに追いかけられるっていうのは恐怖でしかないんだが。あー、なんか周りにいっぱい妖怪もおる。周りの妖怪は知らせるんやったっけ、鬼に。嫌だー。なんなのあれ。鬼が追いかけてきますよ。逃げましょう、アイナちゃん。スタミナに気をつけよう。ゲージを見ないとスタミナ切れでヘロ、スタミナ切れでヘロヘロ。何かから逃げたり追いかけたりするとき、画面にスタミナゲージが表示されます。ダッシュし続けていると、どんどんスタミナゲージが減っていき、ゲージがなくなってしまうと、疲れて移動が遅くなってしまいます。スタミナゲージがなくならないよう、気をつけて移動しましょう。アイテムのスタミナも使うことで、少しの間ゲージが減らなくなりますよ。鬼に見つからずに出口を目指せ。待って、出口どこ？あっちか。でもあっちなんかいっぱいおるんやけど。待って、こっちから行けば大丈夫。ねえ、何あれ？待って。なんか見つかった、見つかった。何？え？ちょっと待って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 。え？見つかったの？私。ちょ、待って待って待って、おっせい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 。やばい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 。え、怖い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 。なんかね、なんかね、箱みたいなのがマップ上に見えるんやけど、そんなのを取っている余裕もないぐらいに怖いんですが、無理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 。なに、あれやれよ。あれやろ？え、怖い怖い。もうダメ、追いつかれちゃう。諦めてはいけません、アイナちゃん。走って走って、なんとしてもあの鬼から逃げるんです。逃げます。うん。お？あ、また。あれ？あなた誰なの？おい。今はそんなことどうでもいい。アイナ、お前をずっと見てた。告白やん。お、助かりたけりゃその扉に入るんだ。元の時間に戻れる。ね、三股の路地の時に助けてくれたのもあなただったよね。あの時はありがとう。なんだ、覚えたのか。でも勘違いするんじゃないぞ。お前を助けたのはただの気まぐれだ。次があると思うな。じゃあな、アイナ。ちょ、早く出よう、早く。行っちゃった。さあ、アイナちゃん。早く元の時間に戻りましょう。あー、助かった。思った以上にスタミナが持たんかってびっくりした。ふぅ。ウィッスー！元の時間に戻れたようですね。よかった。悪い妖怪だな、そうですが。気になりますね、今の少年。それにさっきの大きな鬼。あれはもしや。あれ？何か知ってるの？ウィス。はい。先ほどの鬼の出現。あれはきっと鬼時間です。鬼時間？はい。鬼時間とは子供たちが見る悪夢のことです。鬼は夢を見る者の心配事や恐怖心を象徴した幻です。鬼に捕まらず、無事に出口にたどり着くと、心が強く成長して目覚めると言います。鬼に捕まっちゃうとどうなるの？鬼に捕まると、そのまま目覚めるだけです。つまり何も変わることはありません。もちろん心の成長もございません。あ、でも変わらんのやな、もう。鬼時間から脱出せよ。これは悪夢か、鬼時間。だから僕に目がくらむ、それね。街を歩いていると、突然鬼時間に巻き込まれることがあります。もし巻き込まれたら、鬼たちから身を隠し、脱出する扉を目指してください。これは夜だけってこと？鬼時間中は鬼宝箱という宝箱が現れ、中には特別なものが入ってるみたいです。時間をかけて鬼宝箱を探していると、子鬼たちが増えていきますのでご注意を。え、増えるんや。鬼に捕まってバトルに負けてしまうと、
拾った音からすべてなくなってしまいます。ああ、無駄になるんやね。まずは安全第一で扉を閉め出すことをお勧めします。じゃあその途中に、まあ、たまたま会ったら取るっていうことで。まあ、しかし寝ているわけでもないのに、なぜ同じ時間に遭遇したのでしょうか。バクに代わりに寝てもらって影響でしょうか。それがそうとアイナちゃん、銭湯に向かっている途中でしたね。一刻も早く妖怪ウォッチの強化をしてもらわなければなりません。行きますよ。そのためにも銭湯に急ぎましょう。うん、そうだね。ふう、夜の銭湯で勝負下着を探そう。なぜおじさんの勝負下着なんかを探さなければいけないのだって感じやけど、頑張ろう。あっこか。あの子ずっとあの場所で寝よるな。これですね。夜の銭湯。こんな時間にどうしたの？面白いね。あんな感じなんや。ねえ、番頭さんが座っとるの。営業時間はもう終わりよ。お風呂に入りたいならまた明日にしてね。なんでそこに座ってるんだ？そうじゃなくて、忘れ物を探してくるように頼まれたんです。そうだったの。でも残念ながら届けられた忘れ物はないわね。あなたの探し物が見つかるまで待っててあげるから探してみたら？ありがとうございます。優しい。それさえお言葉に甘えて、早速探し物を。でも普通小学生がやってきてさ、一緒に探してくれるとかじゃないんだね。ん？感じましたよ、アイナちゃん。あれ？どうしたの急に。ウィス。お風呂の方から強烈な妖気を感じます。これはまさしく悪い妖怪の気配。放っておきません。行ってみましょう。入りたくないけど、しょうがないよね。おじさんの忘れ物ってことやけん、男湯なんかね、やっぱ。でも忘れ物って男湯に入っていきよったら普通におかしくない？おー、来たぜ。ふー。うわー、怖、顔。のぼせとりやん。のぼせとんまんを見つけた。あ、そっか、そういう名前やけんか。はぁ、風呂は最高だなぁ。かっぽーん。もしかしてこれが容器の正体？なるほど。どうやら風呂に入っているようですね。非常に気持ちよそうです。それならゆっくりお風呂に入らせてあげようよ。かっぽーん。うるせぇな、さっきからごちゃごちゃと。わしに何か用でもあるのか、かっぽーん。お、おけごと。あの妖怪が履いているふんどしは、ふんどし履いたままお風呂入るなんて。あれは紛れもなく、上司道天使の勝負下着に違いありません。え、こんなでかいやつが履ける勝負下着って、おじさん、絶対合わんやん。見てください。ちゃんと名前が書いてあります。妖怪って目がいいのかしら？全然わからないんだけど。その下着、返してくれませんか？なんだと？お前まさか追いはぎってやつか。いや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 、男物の下着とかいらねえ。子供相手だからって手加減しねえぞ、カポン。来たよー。どこから湧いて出たおじいちゃんたち。カチカチ。押しちゃう。ちょ待って、ジバニャン行こう。よし、行くぜー。ここで百列に行くきゅーん。起きて、ちゃんと。びっくりした。あれ、なんかおじいちゃんたちにも当たってない？ジメリンボーの技ってどんな感じ？いけい。水系よね、だって。ジメリンシャワー。あ、でも温泉入ってるぐらいやけん、水系はダメなんかな。ちょっと待って、はい。お金が湧いて出た。茹で上がり。お、なんか今陣形整っとったよ。どんよりーぬ行こう。あー、ジメリンボーが、ジメリンボーが、おし、いけい。どんよりほー。なんか全然効いてなくね。あ、待って、お払いしとこ。え、待って、X、X、こっち。あ、待って。ちょっと待って。うん、間違えていた。あー、
みんながカッポー。でも導きのあの技は使えんしな。頑張ってみんな。お、やっつけた。これはやっつけたのではなく、あれじゃね、狙う場所が多分おへそを狙いってことやわ。わからんけど。でもほら、狙えるってことはそういうことじゃない。セミ丸行こう。にゃー、助けてー。ちょ、耐えてセミ丸。大丈夫、いける。導きがやられているような気がする。あ、まだいける、大丈夫、いけ。あ、どんよりリーズだ。ちょっと技出すときまでちゃんとちゃんと我慢してよ。みんながやられてしまった。強えなお前。まさかまさかの。次はきっと勝てるはずです。もう一度気を取り直して戦ってみましょう。いっす。よし、妖怪を変えていこう。ってことで、そこで強い妖怪が出てくるってことが分かったけん、とりあえずレベルを。バック寝てるけどいけるのか。え、バック寝てるけどいけるの。いけるんや。じゃあ行こう。それと、レベルを上げた子たち、ネガティブン。いきますか。よし。じゃあ、ジミーと入れ替わって。ふぅ。え、手持ちのメダルさ、これ陣形組んだ方がいいってことよね。ってことは、違う違う。あれ？移動はこうか。よし。もう、バク絶対プリチーじゃないやん。ま、でもこれで組めたか。よし、行こう。ふぅ。行きまーす。なるほど。よし。もう一回このやりとりを聞かなければいけないのね。姿は最初から見えているというのに。来い。カップ。よし、行くぜ。のぼせトンマンが現れた。戦います。プリチーの陣、素早さアップ。プリチーは素早さアップなのか。よし、百裂肉球行くぜ。バクはどう考えても私的にはプリチーではないんだけどな。よし、一計百裂肉球。にゃ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 、おじいちゃんたちにも当たってる。確実に当たってる。バクは吸収の術。あ、でも今のはあれか、普通に自分で使いよるやつか。眠煙、眠らせるってことを狙おう。おへそ。ネガティブーン。けけけけけけ。あ、やめて。待って、全然忘れてなかったことね、私。よし、ほい。全然合ってない、やばい。おし、オッケー。いけいけ。ネガティブキー。あ、ちょっと待って。うすら鍵の陣。導きの技はちょっと使えんのよね、マジで。マジで。ちょっと待って、はい。一番にゃんお払い。おじいちゃんの踊りが気になって気になってしょうがないんだが。よし、ドンヨリーヌ行こう。あー、カチカチ。はい、コイン。あ、ネガティブーンがやられている。ドンヨリホー。ふう、カチカチ。こっちこっち。こっちこっちとかしなくていいよ、全然。導かないでください。うわぁ。石鹸で転んで行動不能。滑
滑っちゃった。カチカチ。ほほほ。道引きが結構やられそうな。これさ、後ろにおる子たちも溜まっていきうる技のやつ。ちょ、後ろに下げて。お祓いするね。潰せ潰せ潰せい。はっ。お祓い完了。ちょ、待って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 。やばいやばいやばい。誰？セミマル。これしばらく技が使えんくなるっていうのがね、技じゃないわ、アイテム。あ、セミマルがやられそう、その前に。お願い。バフは自分はめちゃくちゃ回復できるよね、吸収の技で。ちょ、待って。他の子。よし、ここで、アイテム、これあれやねん。まずい漢方で、ジバニャン復活させよう。ふぅ。何？もしかして倒してない。こうなった時に、おへそを狙えばいいってことかな。多分。あ、バクが、技使えるっぽい。おいし。いけ。眠気無理。これ何がどう効きよんかいまいちよく分かってないんやけど、私。待って、他のさ、そこそこ回復、チーズバーガー使おう。ジバニャン。あー、やばいよー。ひぃ。待って、これ、ジバニャンいけ。もうちょいでいける？プリチーのジンが組めたわけですけども。ちょ、セミマルー。ジバニャンもうちょいで多分いける。おい、サボるな。よし、来た。行くぜ、行くぜ、行くぜ。ちょ、早く黙って。よし、行け。これで、炸裂肉球。炸裂肉球！にゃ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 。あ、バクが。回復が間に合わなかった。頑張って頑張って、もうちょいじゃない。おおお、いったー。ふうすっかりおじいちゃんのダンスにもう見慣れてしまって視界に入ってなかったわ。めっちゃ強かったやん。やば、三つ股のうち何やったんってぐらい強かったんやけど。あ、やられてもちゃんとレベル上がるんやね。うう、よかった。4400円。やったね。やったね。一袋のぼせようとしたのに、ひどい。カッポーン。風呂の中に落ちたけど大丈夫。勝負下着を手に入れた。長さが調節できるタイプってことかな。あのバックダンサーの人たちは何だったのかな。見えとったんやね。ちゃんと。やりましたね。無事に下着を取り戻すことができましたね、アイナちゃん。これ持つのすごく嫌だな。行きますよ。善は急げです。天使の元にこの下着を届けましょう。まさかのふんどしなんやね。来たよ。おう。それはまさしく、俺の大事な勝負下着じゃないか。いやー、よくやってくれたよ。おかげで仕事がはかどりそうだ。さ、こっちに渡してくれ。こんなもんで、はかどるんすか。勝負下着を手渡した。オッチの歯車、オッチのネジ、オッチのバニャを手渡した。あ、それもまだ渡してなかったよね。よしよし。妖怪オッチを改造するから、ちょっと待ってな。これでランクアップする。ワンランク上の妖怪が手に入るわけやね。あの妖怪が入ってたことは言わない方が良そうだね。まあ、知らぬが仏というやつですかね。おや？何か言ったか？何にも。なんでもないよ。やる気がなくなったら困るけんね。できたぞ。お、これで D ランク？これでもっと強い妖怪を見ることができるはずだ。せいぜいうまく活用するんだな。ありがとう。妖怪ウォッチのランクが D ランクになった。妖怪ウォッチをランクアップ。妖怪ウォッチの性能を表すもの、それがウォッチランクです。
ウォッチランクアップすると強い妖怪と出会うことができたり、ウォッチロックという封印された扉を開けることができます。調子の運転手の民ごとを聞けば、妖怪ウォッチを強化してもらいます。ウォッチランク上がれば、見える世界も広がっていくでしょう。ういっすー。これでもっと強い妖怪に友達が作れるようになりましたね。うん、ふぅ。どんどん強くなっていきたいぜ。むにゃむにゃ。あ、バク。バク、もう食べられないよ。は、夢だったバクか。まあいいバク。てか、そんなちょっとした、ふとした拍子に、バクに戻られましても、続く。バチコーンと合成だのクエストを昇天寺で受けられるようになりました。合成ができるようになるんやね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、さらに上のランクの妖怪が仲間になるようになったけん、これから、敵もどんどん強くなっていくね、怖っ。のぼせとんまんで十分強かったんやけど。